again, that right hand working so well, and this is a very confident Hamed. はい、こんにちは。これまで多くの天才ボクサーが現れましたが、今回はランキング形式で上位5名を紹介したいと思います。なお、ランキングにつきましては独断で決めましたのでご了承ください。モントリゴールオリンピックで金メダルを取ったシュガー・レイ・レナードは、プロ入り後も持ち前のスピードで5階級制覇を達成いたしました。レナードの特徴は圧倒的なスピードです。フットワーク、攻撃、とりわけ連打のスピードは速すぎて、肉眼ではついていけないほどです。パーネル・ウィテカはアマチュアで201勝しており、ロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲得しました。プロ入り後も相手に触らせないディフェンスで勝ち続け、4階級を制覇いたしました。ウィテカの防御の特徴は、上体の動きでパンチを避けます。アンタッチャブルと呼ばれた川島選手は、この動きを参考にしたようです。防御に重きを置いたスタイルなので、KO 数は少ないのですが、時折強烈な左のカウンターを放ち、連打で仕留めたりいたしました。ナジム・ハメドのスタイルは、両手をだらりと下げ、ガードをしないのです。時には背骨が直角に曲がるほどのスウェーバックをしたり、飛び上がってパンチを打つなど、常識から外れたものだったのです。ハメドはデビュー戦でさえリラックスした動きで相手を挑発し、世界戦でさえ両手をだらりと下げて戦いました。防御だけでなく、スピードのある攻撃で KO の山を築いたので、人気が非常にありました。前回日本人キラーで紹介いたしましたウィルフレッド・バスケスでさえハメドは簡単に KO したのです。バスケスの動きを見切ったハメドはバスケスのパンチを簡単に外してカウンターをどんどん当てていきます。ハメドの動きは奇抜でしたが、須藤元気さん、山本キッドさん、極真の和美はじめさんなど多くの格闘家にも影響を与えました。大男の力任せな殴り合いだったヘビー級ボクシングに、モハメド・アリは蝶のように華麗なフットワークと蜂のように鋭い左ジャブを活用するアウトボクシングを持ち込みました。アマチュアではローマオリンピックで金メダルを取り、プロでは通算3度のヘビー級王座の奪取と19度の防衛を成し遂げております。ヘビー級ながら距離感が非常によく、また反射神経が抜群なので、スウェーバックしてすぐにカウンターを打ち込むなど、防御から攻撃の切り替えを瞬時にこなしていました。ヘビー級とは思えないスピードで連打をし、打った後は距離を作るので、相手はアリに近づくことでさえ困難なのです。さらに連打を打っている時でも相手の反撃に備え、ガードの空いている場所を狙い、確実に仕留めていきます。ヘビー級で
これだけ速いジャブを打たれると相手はたまらないでしょう。ロイ・ジョーンズ・ジュニアはボクシング史上最高の身体能力を持つ選手と言われております。重量級としては破格のスピードを生かした攻撃をしつつ、防御感にも長けており、腕を後ろに回してラッシュをかわしたり、試合中でも常に余裕を見せるのです。その身体能力はボクシング以外のスポーツにも優れ、ユナイテッド・ステイツ・バスケットボール・リーグでプレーしたことがあるほどです。驚いたことに、バスケットボールの試合に出場した日にボクシングの試合をしたことがあるのです。抜群の身体能力、反射神経を誇るので、多くの試合では相手の攻撃を簡単に避け、自分の攻撃だけ当てていきました。ロイはミドル級からスタートし、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級の4階級を制覇し、長きにわたりパウンド・フォー・パウンド最強とされていたボクサーです。相手とのスピードの差、技術の差が大きすぎるので、わざと打たせる余裕を見せることもありました。それでも相手のパンチは空を切り、ロイのパンチだけが当たるのです。ロイはプロキャリアで66勝しておりますが、バーナード・ホプキンス、ジェームズ・トニー、マイク・マッカラムなどの超一流のボクサーに勝利しております。49歳まで試合をしたのですが、負けた試合の大半はキャリア後半なのです。